い、まときチャンネルであります。今日は後期2681年3月2日ですね。十勝地方は今、大雪の最中です。本日のお題は、現在完了進行形の受動態かなと思います。日本人が嫌がる英語ネタです。および題材も日本人が嫌がる拉致問題ネタですね。現在完了進行形の受動態は、日本語ではこの動画が初めてかと思います。もちろん英語で検索すれば数本出てきます。まあそれ、これカードと言います。これか下の概要欄に書いておきます。具体的に現在完了進行形の受動態の英語の形、構文としましては、have、またはずですね。プラス been、プラス being、および括弧分詞となっております。英語が苦手な人からすれば何のこっちゃみたいな。まず普通に現在形、まあ今日は3月2日だったら、まあそれが現在形ですね。Today is March 2nd とか、普通に現在形。次、現在進行形、be 動詞プラス動詞の ing 形です。今動画撮ってますけど、今動画で撮っていますみたいな。私が台本を読んでいますみたいな。が現在進行形ですね。現在完了形は、まあ、時間の流れが伴っていると。英語の形としては、have プラス括弧分詞ですね。はい。現在完了進行形は、現在完了を、現在も行われているというのを、まあ、付け出した感じですね。have been プラス動詞の ing。受け身、何々されたですね。横田めぐみさんが拉致されたみたいな。受け身は B 動詞プラス過去分詞。で、現在完了進行形の受け身としては、現在完了進行形と受け身を合わせた have プラス been プラス being プラス過去分詞となります。YouTube の規約上、デリケートな問題やると、動画の収益がなくなる可能性がありますので、特定の国、まあ、北の国ですね、アネク国出すと、ちょっと収益できないかもしれないので、仮にプリン将軍といたします。プリン将軍。トランプ大統領、当時のトランプ大統領、まあ、日本の拉致問題解決にだいぶ尽力してもらったんですけども、拉致する、拉致されるは一般的にはアブダクトという単語を使いますが、トランプ大統領はキッドナップという単語をよく使ったんで、まあ、そっちの方が、言葉の響きが欲しいかなと思うんで、キッドナップの方を使いたいと思います。プリン将軍が横田めぐみさんを拉致したにしますか。プリン将軍キッドナップめぐみと、めぐみさんを拉致しました。まあ後継ですけど、これをプリン将軍が横田めぐみさんを拉致しました、知ってますかな。これを現在完了とすると、プリンス将軍 has been kidnapped めぐみか、これを現在完了進行形にすると、プリンス将軍 has been being kidnapped めぐみですね。プリンス将軍は1997年以来めぐみさんをずっと拉致していますわ。プリンス将軍 has been beingキッドナップとめぐみ since 1977ですね。これを拉致されためぐみさんを主語にすると、めぐみ has been being kidnapped since 1977ですね。場合は省略します。場合は日本での受験とかの時はほぼつけなくちゃいけませんが、もちろん言いたいこと、伝えたいことを主語に持ってくるんで、会話または英語では by誰だというのは省略する場合がよくあるそうです。今回私がこの動画を出そうと思ったのは、まあ拉致問題の署名活動かな。で、解説する人が、拉致問題は現在進行形ですとか言う人がよくいるんですけど、まあ現在進行形であることは間違いないんですけども、まあ令和の今でも
工作員、国内にたくさんいますからね。現在進行形で間違いないんですけども、私のイメージとしては40何年前から拉致された人がたくさんおりまして、現在も拉致されたままです。拉致問題は現在完了進行形かと思います。拉致問題を主題にしたい場合は、拉致問題は現在完了進行形、普通に能動体でいいかと思いますが、拉致された人の43年間かな、拉致されたまんましているんで、その場合は現在完了進行形の受動体かなと思います。はい、本題は以上です。収録はね、いつも別の場面も収録してるんですけど、今回は、もときチャンネル普通に、もともとはスポーツ系のチャンネルなんで、まあ、選手が勝った時かな。よく、コングラチュレーションという場内放送とか流れるんですけど、コングラチュレーションであれば、あるいは名詞になります。日本語に直せば、祝福とかいう意味になるんで、ちょっと、なんか変かなと思います。おめでとうございますとしたい場合は、コングラチュレーションズと最後に S が入ります。おめでとうございますは、コングラチュレーションズですね。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。